皆さんこんばんは。こんばんは。本日はシャレにならない裏の話、略してシャレ裏のお時間でございます。この企画皆さんに好評ですからね。そんな台本見なあかん。ちょっとこれ覚えられるかなと思って。すいません、ちょっと、ね、でもすごく好評、大企画ですね。今回のですね、ゲストはですね、はい、消防防災レスキューハウスよりですね、隊長さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございます。爽やかですね。めちゃくちゃ爽やかなんです。爽やかの権限みたいな佇まいですよね。本当に。隊長さんおいくつなんですか？33歳です。あら、どんな一回り違う。45、同じ馬ですよ。はい、馬年でね、はい、一回り違うんです。馬の爽やかさが全然違うんですけど、ダバダバダバって言う名前太ったポニーまあ同じ系統ではあるということだよね。ということなんですけども、はいはいはい、改めまして隊長さん、どういった経歴のですね、持ちなのかちょっと教えていただけますか。はい、もともとレスキューとして、はい、あの災害現場として、はい、に行くような、はい、あの活動をしていました。はい、あと救急車とか、あの火を消す消火隊とか、はい、助ける専門の救助隊、これもレスキューって言うんですけど、はい、こういったのを、消防士として経験させていただきました。なるほど。すごい。じゃあいろんな現場に行かれて、はい、実際に、ね、はい、そうです。わあ、すごい。で、今チャンネルレスキューハウスさんではどういったようなチャンネルを行っているんでしょうか？はい、うん、皆さんの生きていく上で本当に死と危険と隣り合わせなんですね、はい、そこから消防の経験を生かして助かる命を助けるためにっていうので、はい、命を守る方法であったりとかを発信しています。あ、じゃあこういうなんかあの災害があった時に、はい、こうすれば、はい、あの命を守れるとか。そうですね。面白いですね。なんか昔小学校の時とかな、ほら煙は下に、なんだっけ、ハンカチをこうやって下にやってみたいなのはちょっと覚えてるんですけど、はい、それぐらいしか、ね、はい、覚えてないもんね、正直ね。でもそういうのはもうすぐに質問したらすぐこうやってくださいとかいけるんですか？あ、大丈夫です。もう何でも質問してください。なるほど。はい、例えばこうね、今、はい、あの撮影してるビル、はい、高層ビルではあるんですけど、はい、こういうところで今、はい、地震が起きました。うん、はい、まず何をするんですか？まずは頭を守るっていう。頭を守る。ここは撮影機材があるので、はい、例えばこれが揺れます。全部倒れてきます。はい、倒れてきます。皆さんが、例えば頭打ってしまったらすぐに、逃げることできないじゃないですか。だからまずは安全なところに頭を守る。うんうんうん、で、地震の時に大切なのは、打たない。頭を打たないとか、はい、何か物で打たないとか、はい、で、切らない。挟まれないっていうことが大事なので、はい、もう重量物で言ったらこれなんで、おそらく。まあ、ここは、これとこの棚ですね。棚です。ここから離れるっていうところで、まずはここから動かない。頭を守る。頭を守る。できたらこの可動式の椅子よりかは下に置いて、頭を守るっていうことが大事です。これって、はい、今エレベーターまで多少距離あるじゃないですか、はい、でこれエレベーター降りて、はい、外に出れた方がいいんですか？うわー、迷っちゃう。中の方がいいですか？はい、どうしよう。まずは揺れが収まるまではここです。はあ、なるほど。揺れてる最中に移動してしまうとオフィスってすごくあの危険なものがいっぱいありますので、はいはい、まずはここです、はい、で、あとは本震が来るかどうかもわからないじゃないですか。そうか、それが余震なのかどうかってわからないですもんね。はい、なので、はい、ここで安全な場所ってどこだっていうところをまずはビルの全体を見て、はい、おそらく多分2階のロビーとか僕行ってたんで、はい、あそこはすごく安全なのかなと。危険なものがまずなかったです。あ、なるほど。はい、で、吊り下げ金具とかも1箇所ぐらいしかなかったので、うん、まあ頭とか危険じゃなくなるなっていうところが初め行ったところと、はい、あとは避難場所っていうところが、はい、あの避難経路っていうところがしっかりと確保されてたので、あの閉じ込められるリスクが少なくなります。はい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 、なのでちょっと難しいんですけど、はい、あの2階がベスト。2階がベスト、はい、ちょっと常日頃僕の家にいてもらって、はい、なんかあったらね教えてくれよ。ちょっと隊長、隊長。いや本当だ。あのこういう知識をありの方と一緒に言うとね、安心ですよね。うん、確かにそれは思うよね。間違ったらダメなのか、すぐに飛び出てしまうっていうのがダメです。出ちゃう。でも俺飛び出た昔。オフィスってなるとガラスが落ちてくる、壁が剥がれて落ちてくる。なるほど。これがいっぱいあるので、危険ね、すぐ外に出るっていうことは絶対やめちゃいます、はい、あれなんですか、こう頭の中に、はい、そのエリアというか、はい、この場所にいると危険だとか、こういうのいろんなこと入ってるんですか？入ってますね、ある程度
例えば港区で来るとか、はいはい、新宿区で来るとかなると、はいまあ、その辺のハザードマップとか、はい、ちょっとうわすごい、ハザードマップなんてあんな実際見ないとねそうですね、なるほど、いやこれ楽しみですね、めちゃくちゃ楽しみですね、はい、これはね、で今回なんですけども、うん、このシャレウラという、このコーナーなんですけども、はい、その業界の人しか知り得ないような裏の大話ですとか、うん例えば裏の事件とかですね、うん、そういったものを語っていただくという回でございまして、今回はレスキュー隊員が体験したシャレにならない裏の話というテーマで、シャレにならない裏の話を顔出しじゃないですか、はい、大丈夫ですか、内容というかそういうの顔出しでも、いやもう顔出しは大丈夫なんですけど、はい、なるほど、あの皆さんの、はい皆さんにとって有意義な、はい、ことにつながればなとは思って発信しているので、じゃあいろいろね聞いていきたいところではありますけれども、では、はい、早速なんですけど、はい、何かですねエピソードをいただきたいと思うんですけども、はい、もう本当僕はですね、はい、あまりこれ言ってないんですけど、はい、SQ ハウスとかのチャンネルで、はいはい、本当に僕が消防士になってシャレにならないなって初めて思ったのが、はい、笑ってる死体っていうのを見た時なんですよ。笑ってる死体、はい、これは何かというと、まず消防士っていうのは SOS、まあ、119、119番通報入ってから出動するんですね。で、その出動した中で、中に人がいるかもしれない。っていうので、管理人からの通報だったんですよ。もしここの中に人が倒れてたらすぐに助けて心肺蘇生して、病院に搬送しなければいけないんですけど、これ、最悪な、もっと怖いことで言うと、自殺であったりとか事件の可能性もあったりするんですね。なので本当夜中ですよね、それが入ったので、はい、まあ管理人は入居者の方は連絡取れない、はい、でおそらくそこで電話が鳴ってると、うんうん、鳴らしたら中で鳴ってると、うん、なんかおると思う、はい、けど鍵が開かない、うん、で連絡がついてない、うん、で消防隊を呼んで、はい僕たちは出動したんですけど、はい、夜中にそういうことでやっぱ入った時に検索していくんですね、はいはい、もちろん真っ暗で、はいはい、誰もいないような家なんですけど、はいはい、諦めちゃダメなんで消防士っていうのは、はいはい、もう徹底して探していくんですよ、それが机の下であろうが本当隅から隅までカーテンめくっても天井とかが何か近くない近くあったらそことかも付近も全部調べてます、はいはいはい、その時にクローゼットがあってですね、はい、一つ、まあ、もちろんクローゼットも中に閉じ込められてる可能性も少なからずあるので、うん、そこを開けると女性がいてたんですよ、はい、で、まあ、自ら命を絶つっていう選択を取った方がいてまして、うん、まあ、その時は僕たちもその他の救急救命士の方を呼んで、うん、亡くなってる方で死後硬直って言って亡くなってから死体が硬直してたんです、はい、で硬直がある場合とか明らかに死亡が認められる場合は、はい、そういう資格を持った人が死亡判断とかをするんですよ、はいはい、で僕がそれを救急救命士の人を呼びに行くときにすごくそのご遺体を見たときにパッて思ったのが笑ってると思ったんですよ、死後、まあ、数日経たれて、うん、数日で、はい、で、まあ、匂いとかも明らかに分かってたのおそらくそうなんじゃないかなって自ら、うん、亡くなってる方の匂いだったんですけど、うん、まあ、諦めちゃダメなんで、はい、はい、確定しちゃダメなんで、はい、検索してると、まあ、亡くなってて、まあ、それをパッて見た時に、まあ、笑ってたと。表情が、はい、笑顔っていうことですか、はい、それは何で笑ってるやろっていうね、はい、っていう時にふとちょっと分かったのが、はい、事情聴取していくんですね、警察が事件性がないかとかいうのを一緒に確認していくんです、はい、消防と警察、はい、その時に知人の方がもちろん来てて、はい、家族、はい、知人ですね、はい、来て、分かったのが整形医と整形してたんです、その方、ほう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 、で顔が吊り上がってて整形した糸とかで、はいはい、でそれが笑ってるように見えるんです、別にその笑顔を作ろうとして死んだんじゃなくて、ね、うん、整形の後で、はい、っていうことがおそらくそうなんじゃないかっていうことが分かってきて、僕は初めに理解できなかったんですよ。なおかつ夜中の検索でクローゼットの中開けた時、いやー開けてそん
いうね、ご遺体がその表情だったそうですなると、さすがにうわって忘れられない。そうです、もう一生多分忘れられないです、あの顔、笑顔っていうのは。なんかのタイミングでフラッシュバックしてくるような、ね、はい、思い出してしまいますよね。はい、すごいな、本当に。僕が消防士になれたっての頃はそれを整理つけるのがすごく難しかったです、ね、やっぱそのね、あのご遺体を発見した時の、はい、そのやっぱ人の、ま、亡くなっている姿見るってなると、はい、やっぱ心えぐられていきませんか。そうですね、もうただけどえぐられるというよりかは、はい、何としても助けたいっていう気持ちがあるので、その気持ちがね、けどその自ら選択を取った状態を、うん、取ろうとしたんですけど、うんうん、もう死後硬直がすごく固まっていたので、もうこれは、その資格者を呼んで判断してもらわないといけないなという状況で、なんですけど、やっぱり顔も見て、状態を見て、胸骨圧迫の準備とかももちろんしていくので、もうその方の表情を見た時は、さすがに助けないといけないっていう気持ちと、初めて見た、なんで笑ってるように見えたんで、しかもライト1本なんで、夜中の検索ってインパクトすごいな、これ。はい、あ、もう電気の明かりなんか全然つかないですよ。はい、はい、ああ、まあ自分が想像してああって思っちゃった、どうしてもね。で多分ですけど、いろんなね、こう現場経験されてると思うんですけども、はい、やっぱりね、時にはすごく残酷な現場といいますか、そういう場所に行くこともあると思うんですけど、はい、そういった何かお話あったりしますか。残酷なのは電車の寄りという、まあ、人身事故って皆さん駅でよく聞きますよね。あの時って皆さんまた遅延か、迷惑だなであったりとか、その裏側にはすごく悩んだ、頑張って生きてきて、もうどうしてももう無理だってなって自分の苦しみが解放される、そのためにまあ電車に自分の体を投げ捨てたことだったりなのか分かんないですけど、はいはい、やっぱ僕たちはそれでも諦めないんで、消防とかレスキューは、うん、どれだけ腕が30メートル先にあろうが、はいはい、胴体が分かれてようが、はい、助ける方法っていうのはもうその場で判断していくんですけど、はいはい、電車っていうのは鉄の塊ですよね、はい、その下には高圧電源って言って、はい、すごく一瞬で、まあ、その電圧に触れた人が死ぬっていう電圧も入ってて、はい、その下に潜って救助活動をするので、はい、まあ、レスキューとかは、はいはいはい、入るともう整理つかないですよ。体、はい、腕、うん、足がもう本当に通常じゃない状態でバラバラにあるので、はいはい、どっから応急処置をしたらいいのかであったり、うん、どこの部分を持ち上げて、うん、ずらして上の人に輸血であったりとか、うん、そのパスするのか救命士、はいはいはい、もうそれはすごく残酷でかつ判断が難しいっていうので、もう明らかにもう目視の段階で、はい、もう助からないであろうご遺体も、はい、もう絶対に諦めてダメなんです、ね、僕たちは諦めない、諦めない、なるほど。で、その明らかに死亡判断ができる条件っていうのがあるんですね、うん、はい、レスキューっていうのは、はい、ただそれは地上とかに、はい、もう列車の下にあると、はい、上の人は見えないんですよ、はいはい、なので僕たちが状況を伝えて、はい、そこを申し送りして、はい、行けるような状況を作ってあげないと、うんうんうん、明らかな死亡判断ってできない、できない、ね、それまでの数分数十分、うん、とかはやっぱり諦めないで助けるっていう方法です、すごいね。じゃあ今までの中でもそういう、はい、そのまあまあそう電車に身を投げられた方とかの現場にも、はい、何回もう何回とか数えれないですね。あ、そうなんですね、はい、何度も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 、しかもそこがなんかスポットで有名だったりするんですよ、はい、そういうところがよく見よう、確実に場所とか、はい、そういうところがやっぱあるので、あ、やっぱここ多いなみたいなのもある、あ、もうすごく多いなっていうところがありましたね。恐怖と背中合わせじゃないですか、はい、なんかそのメンタルというか、はい、消防士とかそのレスキュー隊の方ってもう本当に屈強な体型されているし、なんかすごいメンタルも強そうだなって思うんですけど、なんか常日頃どんなトレーニングされてるんですか。トレーニングはその、ま、体力的なトレーニングとメンタルも全くの別で、はい、
その諦めないっていうトレーニングであったり、はい、心の中で、はい、まずどんな災害現場でもレスキューとか消防隊員が諦めたら、その方のご家族さんであったり、うん、知人の方とか、はい、とっても最後の砦なんですよ、はい、消防士っていうのは、はい、だから諦めないっていうことをトレーニングする、トレーニングする、はい、もうそれはイメージトレーニングというか、そうですね、ですか、はい、もう絶対にどうやったら助かるかっていうことだけを考えてやる、あとはその当事者の方と、うん、命を向き合うことを向き合ってほしいので、やっぱりその未遂の方とかもあると、はい、なぜこういうことをしたのかであったりとか、命の尊さとかを、うん、失礼じゃないように伝えるとか。ああ、なるほどね、はい。そんだけたくさんの経験というか、毎日毎日がいろんなことが起こるわけじゃないですか。はい、その中で、ああ、やっぱりなんかこれは忘れられないとか、やっぱこれって一番に思い出すみたいな、そういうような現場って、はい、その中では。その、まあ、すべての現場って命が関わってるので、本当に一つ一つ命の、尊さ、大切さを学んで、やっぱ僕たちが、じゃあどうやったら助かるのかなっていうのを、まあ、やっぱ感じるんですけど、僕はもう一つあるのが、子供の死ですね。はい。皆さんも多分経験したことがある方が多いとは思うんですけど、子供をチャイルドシートに乗せない。で、家族で車に乗ってお出かけに行くときに、子供ってチャイルドシートに慣れてなかったら嫌がるんですよ。泣くんですよ。で、暴れるんですよ、はい。なるほど。親はそれに耐えれないんですよね。慣れてない親は。はい、もうすぐそこやからいっか。はい、もう泣くぐらいやったらもうちょっと抱っこしたり、はい。そういうまま車でお出かけしたときに、はい、しっかりと前を向いて運転してたら大丈夫と思う方が多いんですよ、はい、車乗ってたら、はい、そうじゃないんですよ、消防の現場とか命がなくなる現場ってそうじゃなくて、はい、命がなくなる現場って誰もが予想できないことが起こるんですよ、うん、それが突発的な病気であったり、うんうん、対向車線の方が何か不注意なことが起きて起こる、うん、まあ、今回それは対向車が突発的な何かが起こって正面衝突です、はいはい、そこで何が起こったのかというと、後部座席に座らせてた小さな子供が正面衝突した時に窓ガラスを突き破って飛び出て、即死でもう体も気に追われて、でもうお腹とか脳みそもちょっと見えてるようなような現場、本当に子供のためを思ってチャイルドシートを使わないっていうことは大きな間違いなんだと。なるほど、そこはね、命守るためには、はい、一時のね、その、はい、なんていうんですか、子供のためやと思ってね、はい、で、あとこっちもストレスなんですよね、そうです、運転するときに、はい、ベベベ泣かれると、はい、もうすごく分かるんです、僕も子供2人いてて、はい、あったので、僕はもう0歳から乗してたので、はい、記憶はあるときのチャルシートに乗せさすなんですけど、はい、やっぱ知り合いの子供とかを乗せると、いやいや、みたいな、なんでも、いやいや、みたいな、なるんですよね、なるんです、本当に。それで親御さんたちも悩むのもすごくわかります。だって子供からしたら嫌じゃないですか。嫌なんですよ、あれね。はい。あ、僕も嫌なんですよ。あ、子供側あんたはまあ大人やのにシートベルトの仕方分かってんか。そう、まあ、それ一番やばいやつ。いや、すごいわかりますね。はい、運転するもんね。そうそうそう、もう僕も足りますんで、まあ、ね、機嫌悪いとかね、やかましはちゃんと野菜やらせますけど。特に、ミルクをあげるとか、はい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 、チャルシートあげも入れてたら、あげれないんですよ。あげれないですね。で、まあ旅行とか行くってなると、うん、やっぱその、どっか泊まって出て、ミルクあげるというか、車の中で、はい、もう後ろであげや、みたいなとかもあったりとか、うん、難しいことめちゃくちゃわかるんですよ。うん、そうですよね。でも、親御さんとかね、はい、インター入れて、ちゃんとね、はい、止まった状態であげたりとか、はい、もうそれ運転しながら本当にね、良くないと思います。言葉とかではわかるんですよ。うん、文章を見てもわかるんですよ。うん、けども、実際に運転してると、うん、自分の子供がとか親戚がなると、まあ、すぐそこやから。ね、そうですよね。もうあと5分10分着くから。うん、大丈夫ね、あれが。もう時速も40キロ、50キロで、ちゃんと運転しようから。もういいよ。泣いてるから。言っちゃうんですよ。でもね、予期せぬこと起きますからね、運転中とかも。明らかに、もうおかしいんですよ。もう明らかにおかしい。もう前から思いっきり逆走してきてるやつとかいますよ、たまに。ちゃんとね。で、なんでっていう。そうです。はい。多分間違えてるんでしょうね。はい。その車線を。はい。
その方は間違えたくて間違ってるわけじゃないんですよ。認知症であったりとか、はい、いやそうなんですよ。もう何が起こるか分かんないんで、効力ですもんね。自分たちがちゃんとしてても、はい、周りはそうじゃないっていうところもありますよね。それはうわ本当命っていやいつ何が誰がどこでどうなるか分からないなっていうのは、なるほど。で消防士さんの世界って僕知り合いに消防士の方いらっしゃらないんで、そういうお話聞く機会もないんで、まあ、あくまで映画のバックドラフトの知識でしかないんですけど映画のね。でやっぱり映画のああいうシーンを考えるとやっぱすごいかっこいいんですよ。かっこいいよ。こう助けて、こう人助けてきてみたいな、うん、やっぱその感動するんですね、うん、だからやっぱりこうレスキューに携わってた方ってやっぱその感動の話も絶対あるはずなんですよ。あ、何かそういったエピソードあったりしますか？感動だと、はい、やはりその映画のような現場ってほぼ少ないんですけど、うん、唯一僕が経験したのは、はい、やっぱ大炎上してる火災現場で、はい、中に家族から、通報が入って、はい、中に取り残されてる自分の家族、はい、助けたい、はい、そこでやっぱその炎ってもう1000度近くなるケースもあったりして、うん、消防士が助けに行ってもヘルメットが溶けるぐらい熱かったりとか、爆風現象が入ったりとか、本当消防士ももう生きるか死ぬかの現場だったんですけど、けどまあ諦めず、うん、自分の死を考えずにやっぱ助けたいっていう思いでちゃんと組織として活動方針組んでこういう助け方をしようっていうので入っていって助かったとか、助けることができた時はやはり。なんですかね、これが消防士として、うん、存在する本当の理由なんだってやったり、これは他の自衛隊とかでも無理ですし、警察の方でも無理ですし、本当命と向き合うってすごく簡単なように見えるんですけど、すごく難しいんですよ。最初に炎がうわーってもう見た感じでもう、ま、湧き起こってるというか、うこのどうしても消すことも困難だっていうところでも、はい、でもご家族がいたら行かなければっていうところですね。全国の消防士は自分の命とか常に危険あるのに、やっぱ入っていく、助けを求められたら助けに、うん、でその助けれた時であったりとか、うん、まあ、行ったことに対して、はい、本当に今まで皆さんが言ったことない人生の最大のありがとうをもらえるんですよ。なるほど、うん、自分の大切な人を言ってくれてるので、うん、はい、それは本当にあやってよかったなであったりとか、これからも絶対に諦めないでおこうとか、うん、そういうことにはつながって、当然でも体調でもすごい炎とかはやっぱ怖い、あもう足震えますよ、やっぱり消防士成り立ての頃とか怖すぎて、でも消防の先輩から、うん、お前らでビビってんだよ、ビビるでしょそれはもう足こんな橋が登れない、いや怖いもんだって死にますもんね、だってね、あ、はい、あ自分死ぬかもしれないって初めて思うんですよ、はい、うん、入ってやんないって言われる、橋を登ってた下の先輩が、けどやっぱそうじゃないですか、中には無理ですよ、でもね、中にいらっしゃるんですよね、でも先輩も若い時はビビってましたよね、絶対そうですよね、絶対そうだよね、それもね、しかも1分1秒新人消防士がチンタラしてたら、そうか、余計に燃えるんですよ。うわー、燃えてないのが今なんですよ。うわー、もう行かないと。一番炎が小さい時が今なんですよ。うわー、え？いや、なんか俺が今想像して、無理だと思ったの。邪魔です。すいません。すいません、今ちょっと興奮しまって、今。俺に入れるかなと思ったら。だから、チンタラしてる時間が、うん、本当に、助けを求める人の一番、炎が低い状態。1秒でね、はい、今しかないっていうタイミングで行かなきゃあかんから、そこでもうビビってたら、はい、もう助かるもん助かない、そうなんですよ、はい、度胸というか、すごいわ、それを根性とか度胸で行かないために全国の消防士はひたすら訓練した、なるほど、そこの根底に裏打ちされた努力っていうのがある、ね、そうですそうです、はい、日々のそういったトレーニングでもう慣れさせていかないと、はい、いざという時にそうです、体が動かないですね、動かないです、いやすごいわ、やっぱりね、すごい、やっぱり専門の方から聞くとね、やっぱり違いますよね、そうだね、うん、いや本
本当にいろいろなお話、貴重なお話ありがとうございます。ありがとうございます。スキー界の方でないと聞けないお話を、お聞かせいただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。で今回なんですけども、コラボという形を取らさせていただいておりまして、なおかつですね、我々の七不思議チャンネルの方にも隊長さんお越しいただけるということですので、よろしく。会談というかね、お話ししてください。していただく。そちらもぜひ皆さん後で見てください。ではですね、レスキューハウスのチャンネルの方にも我々出ておりますので、こちら両方ですね見ていただけるとよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで隊長さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんこんばんは。こんばんは。本日はシャレにならない裏の話、略してシャレ裏のお時間でございます。来ましたね、シャレ裏。このね、ノブさんこの企画が、皆さん大変好評いただいてるそうなんです。ありがたいですよね、見ていただいてという形なんですけども、これね、今までやっぱりこうね、裏の話をするんで、顔出し NG の方。もちろんね、なかなかね。ばかりですよ。もちろんそうですよ。それはそうなんです。ただ、今回なんですけども、なんと顔出し OK ということで。来ていただきました。マジですか。はい、ではご紹介させていただきます、はい、今回のゲストはですね、特殊清掃員スーさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。特殊清掃員、いやーなんかで、はい、いわゆるネットとかそういうのちょっと聞いたことはあるような言葉ではありますよね、はい、うんうんうん、で皆さんね、まあ、ここにね挟んだりしたことあると思うんですけども、この特殊清掃員スーさん、どういうことをやる方なんでしょうか。はい、そうですね、まあ、一般的には、まあ、お部屋の中などで事故が起こってしまって、まあ、それに対して復旧を行っていくっていう、まあ、仕事になるんですけど、例えば孤独死が起きたお部屋を、まあ、清掃して匂いを取っていくとか、あと、まあ、自殺現場だったりとか、またまたゴミ屋敷とか、まあ、そういったところを復旧していく仕事になります。はい、復旧というのはもうそのゴミだなんだっていうのを出して中も、そうですね、清掃したり消臭したりですね、はい、消臭ってでもなかなかこびりついた匂いとか取るのも大変そうな感じますけど、そうですね、もう本当いろんなことをするんですけども、はい、ハウスクリーニングの知識も必要であったり、あとまあちょっと大工さん内装工事的な知識も必要だったり、建物の構造を理解してた上でいろいろやんなきゃいけないっていう、まあ、感じですね。はい、これはちょっといろいろなねお話聞けるかと思いますので、ね、よろしくお願いいたします。お願いします。でですね、このシャレ裏の企画はですね、ゲストの方をお招きしまして、その業界の人しか知りえない、裏のお話ですとか、事件ですとか、そういったものをですねお話しいただくんですけども、今回はですね、特殊清掃員が体験したシャレにならない裏の話、ドスンと。でも、はい、これあのシャレにならない裏の話ですけど、ちょっと顔出しは大丈夫なんですか。全然大丈夫。大丈夫なんですね。はい、これが心強いですけども、笑顔でね、大丈夫なんだ。うわ嬉しい、ありがとうございます。強そうですし、何か弾き飛ばしてますみたいですよね。何かがやってきても、はい、ブレーキ踏んだら出てそう。大丈夫だ、いますよね、確かに。この部屋とこの部屋の人は私が決定でやってくれそうな感じがします。はい、ということで早速なんですけども、ちょっとお話をですね、聞かせていただこうかなと思ってるんですけども、はい、お願いします。なんかやっぱりこう特殊清掃にされてて、やっぱその死にまつわる、はい、ね、お仕事関係してくると思うんですけども、でしょうね。まあ、こうイメージでやっぱ先ほどおっしゃっていただいたように、こう自殺に関係するようなお話結構多いと思うんですけども、何かこうエピソードあったりしますか。そうですね、自殺っていうのはなんかこの仕事してるとあんまり珍しいことでもなかったりするので、まあ、いろんなパターンはあるんですけど、結構共通してることはあって、比較的部屋が片付いているっていうところがあって、そうなんですね、まあ、一般的な孤独死全体の一般的な認識というか、あるあるっていうと変ですけど、でいくと基本的にセルフネグレクトっていうものが、まあ密接な関係にあるんですね。まあちょっと事故の関心が薄いみたいな、なのでお部屋が結構散らかってたりゴミ屋敷状態になっているっていうケースが結構多いんですよ。でそんな中でも自殺が起きましたっていう現場の片付けに行く際は、現場に行くと結構きれいに片付いてたり、ほとんど物がないとかそうっていうケースはあのほぼほぼですね、多いです。そうなんですね。はい、それ理由ってあったりするんですか。そうですね、多分
突発的に命を絶とうっていうふうに思ってやってる方って少ないなっていうのは今までいろんな現場を見てきて思っている結論なんですけど、事前にまあいるものいらないものを取捨選択したりだとかっていうのもありますし、実際にその会社に電話とか LINE で相談が来るんですね。まあ、直接的に自殺を考えてますっていうような声はないんですけど、部屋を事前に何かあってもいいように片付けたいって思ってるんですけどみたいな問い合わせ相談があったりするので、まあそういったのもしかしたらまあそういったことを考えてらっしゃる方なのかなとかっていうのはその経験上ひも付いたりするケースはありますね。はい、じゃあそのお電話があってそういう文言があったら、あ、ちょっとなんか心に留めておくじゃなきゃ何かあるのかもなみたいな。そうですね、ただその、まあ、一人一人思ってることは違うので、まあ、どう声をかけていいかっていうのはもう難しいですね。もう私ぐらいのレベルじゃもうそんなの到底できないので、何か変に優しい言葉をかけることが苦しくなる方もいるので。そうですよね、はい、あくまでお仕事は特殊清掃ということがお仕事ですもんね。おっしゃる通りです。そうですよね、はい、思い悩んでねおられる方に対しての言葉って難しいですからね。それは、そう、仕事の範疇ではないよね。でやっぱりね、孤独死っていう、ね、亡くなり方、はいはいもうね、この特殊清掃の方と密接な関係がやっぱりあるかと思うんですけども、一般的になんかこの僕らのねにわかの知識ですけど、孤独死のパターンって部屋散らかってるイメージなんですけど、どうですか？ああもうそうですね、結構多いですやっぱりそういうのが。そうですよ、はい、どのような状況なんですか具体的に。そうですね、よくあるのは、まあコンビニで買った弁当がポンとその場でいろいろもう投げて捨てられてたり、お酒の缶が大量に置いてあったままとか、タバコの吸い殻大量に積んであるとか、そのまあゴミ出しとか掃除とか普通に生きていく上で一般的にまあ定期的にするようなことがあるじゃないですか、お部屋をきれいに保つために。そういったことがされていないお部屋の状態であることは多いですね、はい。なんかすごい悲しくなりますよね。そうだね、だからまあそれこそ、まあ、そういう体力すらもなくなってしまったのかもしれないし、外に出ることすらもう自分の体が動かないっていうパターンとかもありますね。そうですね、どんな感じなんですか実際。僕らちょっとあくまでその想像することしかできないですけど、はい、足を踏み入れてね、なんか印象に残ってみたんだけど、まあ、こういうのもあるんだとか思った場所あったら。そうですね、もっと私たちでもめったに経験することのない現場で、まあ、例えば自殺が起きた現場とかで、はい、その現場で見積もりに行ったらまだ生きてるペットが普通に室内にいるとか。なるほど、まあ、ありますね。なんかその他いろいろまああるんですけど、はい、今も新しい経験ばかり結構あるので、直近で言うとそうですね。そうか、じゃあ亡くなられた、そう、飼い主の方が亡くなられて、うん、そのまあ、ワンちゃんであったり猫ちゃんであったりっていうか、まあまあ、そうですよね、そのまま周りでいるっていうことですよね、うん、その通りです。もう足跡とかが結構結婚を踏んじゃってたりするので、はいはい、その肉球に血がついて、ご主人様が亡くなってた箇所から、はい、その行動経路が分かるというか、はい、結婚で、はいはいはい、そういう現場はありました。なんかペットもね、亡くなってるパターンとかもやっぱりあるんでしょうね。ありますあります、ね、はい、あげる人がいなくなっちゃってるわけだからね。かわいそうやな、主人とペットが共に亡くなってしまうと、その場合って、はい、なんか本当にもう匂いとかってね、はい、すごそうですね。そうですね、まあ、ちょっと基本的にはやっぱり強いんですけど、はいはい、まあ、自殺とかの場合だと、うんうんうん、だからそこまで匂いが強くなるケースが、まあ、ちょっと亡くなり方によって、ほう、匂いの度合いがやっぱ、あと放置された期間だったりとか、あと季節ももちろん関係があります。やっぱ夏と冬で亡くなってから発見されるまでの期間が同じでも全然匂い、まあ、腐敗の進み度合いが異なるので、本当にすごい強い冬場の現場ももちろんあるんですけど、
まあ、一概には言えないです。基本的にはやっぱ夏場、うん、で、まあ、亡くなって発見されるまでが 2,3 週間ぐらい経過していると、うん、基本的にはすごい強い匂いになってきます。亡くなり方としてはどういう亡くなり方が一番匂いが残りやすいとかあるんですか？そうですね、やはり、うん、経験上なのでちょっとあの統計的なものではないんですけど、はい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 、やはりちょっと結構ふくよかな方、まあ、ちょっとまあ脂肪分が多いとか、あ、なるほど、そういう方がその亡くなった現場であったりすると結構匂いが強かったり、あとはそのこれは僕の勝手な持論なんですけど、はいはい、ちゃんとした食生活を送ってる人の方が匂いが強いです、はい、あ、すずなんですか、意外な感じしますね、そうですね、あのコンビニ弁当とかお酒ばっかりの現場のところの匂いっていうのは腐敗臭が強烈に強いとかっていうよりかは生活臭としてちょっと匂う、なるほど、ですけど、まあ、普通に食生活正しくやってる、まあ、ちょっと冬装気味の方なのか、まあ一般的な一汁三菜、一日三食とかっていうのをやってる方の方が結構強い匂いになったりするケースはありますね、まあ、栄養分とかそういうのは関係あるのかもしれないんですけど、はい、そうなんですね、意外だな、いやこれは本当意外なっていうかイメージは全く違った、違いましたね、やっぱバランス悪い方が匂いもあれなのかなとかって思ってたもんね、そうですね、そんな傾向にあります。なるほど、はい、いや匂いね、なんか映画とか、うん、その本の世界とかでしか、まあ、知らないんですけど、うん、その警察の方でその遺体現場とか、ね、はい、亡くなった現場とかに行った時のあの匂いがもう鼻から取れないんだよみたいな、はいはい、そういうエピソードだけは、うん、なんか知識ではあるんですけど、そのあたりってどうなんですか、匂いって。まあ取れはするんですけど、はい、フラッシュバックみたいな現象はあるので、はい、本当に鼻洗浄とか鼻うがいとか毎回しますし、作業中はもちろん防毒マスクっていうのをつけるので、はいはい、匂いを感じながら作業をするってことはないんですけど、はい、まあ、脱いだ後にやっぱり防護服についてる、どうしても染みついてますよ、ね、はい、そういうのはもう本当お風呂に入ってもう鼻うがいとかすごい洗ったりとかやるんですけど、はい、ふとしたタイミングでなんかまだ残ってんのかなとか、ふとしたタイミングでやっぱ起きますね、フラッシュバックして、します。それと同時にその時の現場のこととかちょっと思い出しちゃったりとかもします？最初の方はありました、それこそ、まあ、全然数いってない時とかは、今はもう本当に、まあ、おかげさまで結構問い合わせとかはいただいていて、忙しくは、まあ、季節上結構、まあ、ハイシーズンっていう言い方にはなってしまうんですけど、そうなんですか、はい、やっぱ夏場だとその孤独死、まあ、年間通して亡くなる方っていうのはあんまりその比率としては変わらないんですけど、強いて言えば夏と冬が多いと統計が出てて、ね、暑いか寒いか、 そうですね、もう熱ばれて亡くなったり、そうです、ね、寒くて亡くなったりとか、はい、で気温が高いとその腐食も早いので、例えばアパートとかマンションだと外に匂いが漏れた時に発見される可能性が高くなるっていう、ね、ところでその特殊清掃のご依頼につながる件数が増えてしまうっていう現象が起きてますね。やっぱそのね、ご遺体を見ることがね、やっぱそういう仕事上あるということなんですけども、うん、なんかこう、孤独死の現場についてね、うん、なんかもうちょっとお話しいただけたらなと思うんですけども、はい、何かエピソードあったりしますか？そうですね、はい、まあ、いくつかはあるんですけど、うんうん、なんかね、この写真とかもね、ご用意いただいてて、そうですね、写真があるってことですよね、はい、なるべく見ないように今してるんですけど、そうですね、僕もちょっと、どんな写真かちょっとわからないんですが、ですですね、まあ、一応その、まあ、実際にさ、まあ、使用の許可とかをちゃんといただいたところの、お写真いくつか持ってさせていただいて、はい、あ、そうなんですね、はい、じゃあちょっと見させていただいて、はい、まず一つ目はその、はい、まあ、一般的な、まあ、まあ一般的なというか、まあ、孤独死による特殊清掃の依頼で、はい、これはもう私たちが会社ちょっと創業して間もない頃にあった依頼の現場となります。こちらですね。こちらですね。はい。これですね。わー、これはリアルやな。でもこれパソコンの電源みたいのついたままの状態になってますか？あ、これ。おっしゃる通りです。
それはもう本当に見積もりに行った時に、うん、もうそのまんまの状態で、じゃあ直前までネットとかされてたのかな、わかんないですけど。そうですね。で、多分今そのパソコンの下部分で実際に個人様が亡くなっていてと。ここですか。はい、この部分です。そうです。おー、なるほど。すごいね。なんとも言えない気分になってしまいますね、こういうの見てしまうと。そうなんですよ。あ、まあ、これ見積もりに行った時が結構夜遅くって、はい、でそれこそもう9時10時ぐらい、急遽その連絡が来て今から来てほしいというふうに連絡があって、はいはい、で、まあ、行きまして、はい、で行くともう建物の外からもうすごい匂ってるんですよ。うわ、そうなんだ。はい、で実際に行ってみたら、はい、まあ、玄関の前で間違いなくここだって分かるほどもう一段階匂いが強くなって、はい、でなんならその裏側のベランダ側のところに野良猫がもう10匹ぐらい、あら、そうなんですか、溜まってる状態だったんですね。なぜかそのなんか集まってて、はい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 、全然理由は分からないんですけど、この元々この亡くなられた方が餌付けしてたってこともなく、あ、可能性はあると思うんですけど、ちょっと分かんない。そこになんかずっと集まってて、へえ、で入ってみたらこの状態で、うんうんうん、でまあさすがに、はい、まあ、全体感見るためにまあ電気とかつけて、うん、もちろん電気消えてたので来た時は、はいはいはい、で電気つけたらこの状態がパッと出てきてっていう状態で、でまあここはそのさっきパソコンのお話があったと思うんですけど、はいはい、まあ、ちょっと経験的には不思議な体験をここでしたんですよ、はい、まあ、そのノートパソコンがついてる状態っていうところで、まず私はそのこのところまだ全然経験がなかったので、すごいその生活の痕跡がリアルに残ってる現場だなというイメージはあったんですけど、まあそんな中いろいろ見積もりをするために全体の物量を見たりとか、例えば部屋の平米数を測るとかいろいろやってたんですけど、まあうろちょろいろんな方向を見るんですよ。でくるくる動いてる間にそのなんかすごいゆっくりノートパソコンが閉まったっていうのがあって、でその瞬間は本当に全然もう意味わからないですし、すごいな、声も出るとかもないですし、はい、声経験買ってる、はい、パタって結構ゆっくり、風とかでバターンだったらまだわかるんですけど、ね、はい、なんなら匂い外に漏らさないために私たちって部屋密封してやるので、うん、なるほど、エアコンも回さないです。ダクト通って匂いが出ちゃうので、なのでなおさら本当にもう意味がわからないというか、今、まあ、これとかもお話ししてる今でも原理がわからないというか、その亡くなる直前まで自分が見てたものとかを見られたくないっていう ね、 ね、そうかもしれない、ね、表示なのかもしれないですし、すごいそれは体験ですね。やっぱりそういうの見てしまうとどうしても、そうですね、うん、まあ、幸いその、まあ、この後何かあったとかっていうことはないんですけど、うん、なるほど、そういうのがあったので、まあ、今でもずっと覚えてる現場の一つということで、ちょっとまあ初めに紹介をさせていただきました。いや、すごい、すごいな。ありがとうございます。ありがとうございます。これ続けて見ていく形でもいいんですか。あ、そうですね、はい、ごめんなさい、ちょっとあのもう一枚、次がワンルームマンションの一室で、これはすごい普通な普通の感じですよね。生活感があって、そうですね、っていうお部屋で、まあ、きれいというかなんかちゃんとしてますもんね。そうですね、はい、キッチンのところ、キッチンもすごいきれいにしてて、うん、ここはとても片付いているお部屋で、はい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 、で、まあ、次いただくと、はい、まあ、お部屋の大体の全体感、すごい整理整頓されていて、そうですね、お部屋で、ここはまあ、はい、死因としては病死だったんですけど、そうなんですか、はい、孤独死っていうのはまあ大体病気発作とかが起きて亡くなってしまってっていうケースとか、まあ、それこそ心不全とか、まあ、肝硬変とかその脳の出血だったりとか、発生でね、急性で亡くなられる方が多いですよね、はい、が多くて、ただそれが発作が起きた時にそのまますぐにというわけじゃなくて、いや、吐血を伴ったりとかして寝てる時とか、うん、ご飯食べてる時とか、うん、で吐血をして
思わずやっぱとっさに水場に行ったりして動いた痕跡も血痕とかで分かるんですね。で玄関とか風呂場の方に向かって行く途中で倒れてしまってっていうケースが多いんですけど、ここはベッドの上でそのまま眠るようにおそらく眠ってる時に発作が起きて亡くなってしまったのではないかというところで一応お見せしてると、はい、まあ、こういった状態に。うーわ、なるほど、うん、これもここで亡くなられてしまってるってことですもんね。そうですね。時間でどれぐらい経ってると、これは亡くなってから発見されるまでの期間でいうとおそらく3週間ぐらいのタイミングで見積もりには行きました。そうなんですね。はい、ただこれ DNA 鑑定っていうのが、はい、警察の方で入ってその身元確認ができなかったんですね、ご遺体の損傷が激しくて。なるほど。で本当はすぐに特殊清掃の作業をして、うん、匂いを取りたい、うん、なんならその共用部マンションの廊下の部分まで匂いが出てたので他の住民の方はそれを毎日出るわけですもんね。そうです、うん、なのでクレームも入っている中、うん、やらなくちゃいけない中本人の確認ができてないので、その作業ができないっていうところで 2,3 ヶ月ぐらい何もできない期間があって、いやそうだったんですか。はい、例えばその火災保険で孤独死保険とかっていうもの今あるんですけど、はい、そういったのの審査とかもその DNA 鑑定が行わないとできないですもんね。はい、そもそも誰のその過失なのかとかっていうのも決まらないので、ですね、はい、とこの状態で 2,3 ヶ月間さらにご遺体このままで、ご遺体は搬送されて、うん、この今のこのお写真の状態で 3,4 ヶ月放置されて、うん、そうなんですね。なるほどね。でようやく確認が取れて、そこからはすごいスムーズに進んで、もうやるとなって元に戻すところまで大体本当に2週間かからず終わらせてっていうところで、これはもう本当に暴れた形跡みたいなのが一切なく、本当このソファーベッドの上でそのまま眠るように。そうか、なんかもう発作が起きてそのまんま横になって、うん、そのまんま亡くなられた状況ですよね。はい、ね、いや本当痛ましいことですけどね、すごく苦しんで亡くなられたとかではなかったんでしょうかね。そうですね、うん、まあ、苦しまなかったところがまあ不幸中の幸いというか、うん、ね、うん、すごい写真だね、やっぱりこれは。はい、はい、基本的にはやっぱり私たちは、うん、まあ、特殊清掃とかっていうので、はいはい、まあ、プロの業者としてやっているので、はい、その感情移入とかをして、うん、お客様に対する理解を示すよりも、うん、お客様が求めている現場を元に戻すっていうことを最優先に考えて働くので、その上で感情移入をするとか、はい、悲しい気持ちになるっていうことは一切ないんですけれども、うん、だからといって何も感じないわけではなくて、本当に考えさせることもありますし、うん、私も印象深い現場とかっていうのもよくあるので、うん、っていうのを今回ちょっと選ばせていただいたという形ですね。すごい、なんかもうね、はい、プロフェッショナルでやられている方だからこそ聞ける裏の話といいますか。そうですね、普通の人だったらね、この現場見ることもできないですから。そうだね、うん、なるほど、すごいな。いや本当になんかね、でもこういうねお仕事をしていただく方が、うん、いていただけるから、うん、なんかねこうそうだと思います。社会が回ってると言いますか。だから先ほどそのノートパソコンのお話でね、うん、パタって閉じていった、うん、でその後特に霊とかそれ何もなかったんですけどとおっしゃってましたけど、うん、やっぱこういうそういう亡くなり方された人からしたら自分がこう不意してしまったものをやってくれてありがとうっていう気持ちが多分、あるかもね、感謝の気持ちはすごくあると思いますからね、亡くなられた方に対してもすごくなんだろう、いいと役に立っているというか、うん、そういう仕事なんじゃないかなと僕は思いましたね。ありがとうございます。はい、本当なんですごいお話、ありがとうございます。ありがとうございます。スーさんのチャンネル、はい、チャンネル名教えていただいていいですか。あ、はい、特殊清掃チャンネルと
います。そう。はい。特殊清掃チャンネル。こちら。はい。ああ、多分出てます。出てますね。概要欄の方にも、あの、はい、貼り付けておきますので、そちらの方にもぜひですね、うん、お越しいただいて、見ていただいてということで。チャンネルのなんか、はい、どういうことをなんかやられてるとこあるんですか？そうですね。基本的には、その特殊清掃って今日、その、呼んでいただいた理由の一つだと思うんですけど、うん、結構アングラなイメージとか、はい、よくわかんない、はい、何してんだろうっていうのがあると思うんですけど、はい、本当はそういうのをどんどん透明化していきたくて、やっぱりお客様消費者の方からのやっぱクレームその、うん、多いんですよ。あのぼったくられたとか、頼んで高いお金払ったのに匂いが取れなかったとか、なるほど、そのなんでしょう、市場として例えば引っ越し業者、はい、さんほどの需要の数があれば、うん、まあ、そういうクレームがいっぱい上がっても、まあ、仕方ないかというかと思うんですけど、まだ僕たちって件数で言うと、はい、そんな引っ越しほど数ないと思ってるんですけど、うん、それでもその過剰請求とか追加請求とかっていうのがすごいネットとかで出てくるので、まあ、そういうので、まあ、不安の種も消費者の方は増えてくるじゃないですか、うん、そうですね、知らないことを知ってるに変えていきたくて、僕たちがまあ、特殊清掃員が何をしているのかもそうですし、はい、特殊清掃士があのどういう働き方をしているのかとか、あとはもう現場の中ってどういうのなんだろう、その現場でどういうふうに僕たちは動いてるんだろうとか、あと特殊清掃に関する豆知識も公開するとか、なるほど、なるほど、やっぱ相場が分からないって声が一番多いので、確かに分からない、頼もうと思っても分からないですもん。そうですね、でネットで調べて出てきた情報も、いやどれがその親身になってやってくれるところってなっちゃうから、うん、確かにね、だからやっぱそういうふうにチャンネル紹介していただくと、よりなんかこう、うん、使ってみようっていう、なかった時、うん、知ることがね、うん、助けてもらおうみたいな気持ちになりますね。うん、そうですね、まあ、有益であろうと思う情報を発信してます、うん、なるほど、はい、ぜひね皆さんもチャンネル登録などねご視聴などいただけたらと思います。最後にあの会社の何かこうお話、あ、はい、ありがとうございます、はい、まあ、この私が所属している会社がブルークリーン株式会社というんですけれども、はい、ちょっとこの度、まあ、フランチャイズ事業っていうのを開始しました、はい、私たちは東京神奈川に事務所のある会社なんですけど、これを全国に広げていこうということ で、うんうん、でこのブルークリーン株式会社が他の会社と、まあ、違うところ、はいはい、強みっていうところが一つ代表的なものがあって、それがそのアメリカの、まあ、バイオリカバリー、まあ、特殊清掃って意味なんですけど、国際的な認定資格を発行している団体があるんですね。でそこの認定資格をアジア圏の会社で初めて取れた会社で、うん、はい、でその、そうです。で、なのでその技術力とかブランド力っていうのをその全国に広げていきたくて、うん、今度発足させていただいたので、はいはい、もしご興味ある方がいらっしゃれば、本当に特殊清掃っていう業界に興味があるっていう方だったりとか、あとはちょっと近しい業種でちょっと関連性あるから始めてみたいなとか、まあ、いろんな方も幅広く受け入れする体制はできているので、もしご興味がありましたらよろしくお願いします。はい、はい、なるほど、よろしくお願いします、はい、ということで今回はですね、特殊清掃員スーさん、ゲストにお招きしてお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。というところで、今回はシャレオレは以上でございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。